今日は油淋鶏を作っていきたいと思います。まずネギをみじん切りにします。にんにく大さじ1ぐらい、生姜大さじ1ぐらい、醤油大さじ2ぐらい、酢大さじ1ぐらい、蜂蜜大さじ1ぐらい、ごま油大さじ1ぐらい、お酒少々、醤油ちょっと足りなかったので足しました。鶏肉を皮を剥いで、お肉の厚さを均等にします。塩コショウを両面に振って、お酒と醤油で味を漬け込みます。片栗粉でお肉をまぶして油で揚げていきます。で、さっきのタレをかけて、これで完成です。簡単なのでみんなも作ってみてね。